池田山から見下ろす池田中学校池田町立池田中学校は岐阜県伊比郡池田町草深にある公立中学校2017年現在の生徒数は793人で岐阜県第3位の生徒数である2007年度陸上部が全国中学校体育大会において男子 400M リレー8位入賞当時の岐阜県中学記録 東海中学記録を樹立。2008年度には陸上部が全国中学校体育大会において男子 400M リレー2位、女子 400M リレー3位入賞。同年女子バドミントン部が東海中学校体育大会において団体優勝。再び2014年度陸上部が全国中学校体育大会において男子 400M リレーで8位入賞。 準決勝のタイムの43.20は当時の岐阜県中学記録を樹立した。また、テニス部なども盛んで全国大会などに出場している。水泳部は2000年度で廃部されたが各種大会などには参加している。池田中学校には池田町中の5つの小学校校区からの入学で池田町内唯一の中学校なため生徒数が大幅に多くなる。 基本的には中学校からの距離で、通学方法が異なる。ありがとうございます。